開拓で今回はラーメンショップ石川店さんにお邪魔しております。ラーメンをいただくのは2回目ですね。お店自体は3回来ております。今回は、前回そのチャレンジメニューで大きいあのラーメン作っていただいたんですが、あとご飯は特別に盛りでいただいたんやけど、ラーメンは、通常サイズを今回いろいろいただいて、1時間で、1万円目指して今回は食べていきたいなと思います。本当に今日めっちゃ楽しみだったの。なんでかっていうと、めちゃくちゃ美味しいさ。だからもう今日は半分エンジョイ会の気分で私は挑戦するつもりなので楽しみです。ません、始めていきます。ありがとうございます。ラーメンショップ石川店さん、制限時間1時間目指して1万円で、どっちもしなかった。チャレンジスタートまで3、2、1、スタート。いただきます。めちゃくちゃ美味しそう。できます。味はすごいしっかりしてるんだけど、後味がすごいすっきりするんだよね。口の中が全然、チューブの中不純物がないみたいな、純粋なものしかないみたいな感じ。めっちゃ美味しい。マジで一回本当に食べに来てほしい。うん、わかると思う、この感じ。なんか表現できない。ロコラジコとチャーシュー、好きな。チャーシューの味もしみしみ。このトロトロの味玉、天才やかも。ご飯も美味しい。今回ね、内容的にスープ残していいよって言っていただいたように、スープ好きやから次のラーメンいただくまで飲んどくわ。ありがとうございます。油麺です。ストバターコンボおすすめ。あ、絶対美味しい。後で食べよう。この注文ができるの私大食いでよかったって思って。確かにちょっと油多めにしてもらったらさ、わかるかな、この感じ。あ、すごいすごい、絶対美味しいよ。あー、ちょ、
麺にさスープがめちゃくちゃ絡むよ。甘すぎないこの味噌のスープがまたいいよね。油がさ、ネギに絡んどる感じ。ほら、オレンジのあれも容器に入るからね。おぉそうや、そうや、コーラあるんや。後でいただこうかな。やばい、私今回のタイムロスの一番の原因が分かりました。何ですか？何食べるか迷っちゃうところです。うん、うわ、美味しそう。ごちそうさまです。ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。このカルフのさ、岩のりにさ、この背油が噛んどる感じ、めっちゃ美味しそう。味噌っぽさっていうのもありさ、この岩のりが入ることでさ、風味がすごい、めっちゃ美味しい。あ、永遠飲めるな、このスープ。おー、すごい、ありがとうございます。ネギつけ麺ネギダブルです。わー、すごい。すごいね。でも見て、麺がもう ここ、あ、これネギや。あ、ここないしか見えない。美味しい。これ、私つけ麺油多め期間、なんかいい感じに酸味が効いてるからさ、さらっと食べれる。ね、これ。せっかくやし、ちょっとニンニク使って。よいしょ。熱々のつけ汁にこうキュッキュッてこう締められたさ、冷たい麺がまたいいよね。
うん、このつけ汁すごくなんか体にいい気がする。お酢も取れるし、野菜もいっぱい取れるし、バターコーンです。わー、ありがとうございます。うわー、てか見て、やっぱさ、チャーシュー麺じゃないね。こんなにチャーシュー楽しめるのすごくない？バターが溶けとるとこやばい。私すごくバターとコーンいっぱい食べてる気がするけど、でも何やかやっぱ美味しいよね。うわー、すっごい。なんて言ったらいいの、スープがね、サラッじゃないんだから、トゥルトゥルって言ってる。あ、これはすごいぞ。これが手ぶら鈴木さんです。マックスやね。うわ、でこの麺に絡む背脂の量すごくない？これ絶対美味しいじゃん。いきます。あ、美味しい。なんか想像してた100倍くどくない。背脂ラーメンとかっていうのかね、好きな人絶対好きやと思う。ネギがめちゃくちゃ合う。ご飯に背脂のこのスープかけて食べてもめちゃくちゃ美味しいよ。うん、ありがとうございます。こちらは汁付け麺の卵です。はい、ありがとうございます。背脂鈴木めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しい。普通に好きやった。食べやすい。うん、めっちゃ食べやすかったです。ごまが浮いとるみたい。あ、ちちちちち、いい味。
次冒険してもいいですか？いいよ。ネギチャーシューラーメンの味玉でピンでお願いします。ピン、パンちゃんのね、お店のメニューにはね、面白い仕掛けがあってさ、さっきの背脂もさ、少なめ多め鈴木って書いてあっちに、こっちには普通に多めって書いてある。鈴木っていうのがマックス鈴木さんじゃんね。だからマックスに背脂が乗ってくるってみんな。あと味がね、薄め、普通、濃いめ、ケインがおる。ケインって言ったらもうケイン濃すぎさんじゃん。濃すぎる味付けをしてもらえるんよ。これが超有名なケインです。ありがとうございます。チャーシューの下間のケインです、うん、おお。すぐ飲んだで後に濃すぎみんな出るんだけど、ゆみちゃんどうかな、出るかな出るかな。これがケインさんです。あ、でも、おー、最初のスープが茶色だとする、茶色だな、薄茶色だとすると焦げ茶ぐらいの色の違いはあるよ。ああ、濃すぎや。恥ずかしい。いやでもね、なんかね、そんなめっちゃ濃すぎるってほどではない。だからやっぱりちゃんと美味しく食べれる範囲でのマックス値の濃すぎ、濃さ。お米とめちゃくちゃ合う味やな、このスープ。うん、じゃあ味玉を2つとオレンジジュースいただいてもいいですか？わかりました。ありがとうございます。うーん、ありがとうございます。
美味しかった。もう私のこの大食い人生の中の一つに夢が叶いました、ね、半分チャレンジだったけど、もう半分エンジョイだったから、私の心の中は本当にさ、最初のあのチャレンジメニューでいただいた時のラーメンの味が美味しすぎて衝撃的やったからさ、本当に楽しかったし、めっちゃ幸せでした。あ、お腹はいっぱいや。あのネギもね、チャーシューもね、もうやばいよ、もう食べてもらいたい本当に。あとつけ麺はね、今回初めていただいたけど、お酸味も効いてるからすごいさっぱり食べれる。あとのこのネギのね、ちょっとマーブラ感とのさ、なんかすごい合っててさ、めっちゃ美味しかったです。背脂好きな方は多分鈴木食べても大丈夫、めっちゃ食べやすかったです。お疲れ様でした。このステーキ屋さんとそのラーメンショップを合わせた金額を募金します。うわ、募金動画の方は上がると思うので、募金動画の方もぜひ見てみてください。お願いします。お願いします。はい、ということで、前回の T&T のステーキ屋さんと、今回ラーメンショップ市川店、T&T さんが1万8000円食べたのね。そうですね、食べ違いました。で、今回うちの店で1万と50円、なんと食べていただきます。で、合計金額の夢の架け橋募金ですかね、募金したいと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけで、あなたの1円がね、誰かのためになるんじゃないよね。いや、本当ですよ、はい、1円も大きいです。ということで、また募金やりますか。ぜひ。はい、じゃあ閉めてください。私も食べた分募金していこう。じゃあね。